皆さんこんにちは、ムチョと申します。シボバ・トゥラメンテがですね、9歳という若さで亡くなってしまいました。でちょっと気になったのがですね、種付け頭数っていうのはこういった事象に関して関係してるのかっていうことですよね。実はアメリカではですね、種付け頭数の上限制っていうのが導入検討されていると、140頭をね超えて種付けしてはならないというふうに発表されていたと。まあ理由としては血統の多様性の減少だったりっていうのが書かれておりますが、まあやっぱりね、素人的な目線で言うと、頭数が増えれば増えるほどね、そのつける馬にとっても負担っていうのはね、大きくなるのかなっていうふうに思っちゃうところはありますよね。普通に考えて、種付けシーズン1月から5、6月くらいまでの間に、まあ今人気種馬ではね、250頭とか300頭近くね、つけている人気種馬もいるわけですから、1日にね、何頭もつけているっていうことがやっぱり多いと思うんですよね。まあもちろんね、技術の向上であったり、施設が良くなったり、人の腕も上がってきたりと、よくはなってきてるんでしょうけれども、まあどこまでね、そこでカバーできるのかっていうのはちょっと疑問なところはありますよね。まあ、ただこれはですね、牧場化すると種牡馬ビジネスっていうのを考えた時にいろいろと難しいところがありまして、ここにもあるように、まあ何千万もする種牡馬がね、アメリカでも250頭とかつけてたわけなんですけれども、まあそれをね、140頭に制限されてしまうと、何億何百億と長い目で見れば影響出てくるのは、まあ牧場側からするとね、ちょっとダメージあるよねっていうところもわかりますよね。まあただ今回はね、そういった点についてはちょっと考えずに、まあ、実際にね、その種付け頭数っていうのは日本でも増加してるのかっていうのが気になったので、まあちょっとね、見ていきたいと思っております。ということでこんな感じのね、表を作ってみました。まあ、先ほど140頭っていう制限ありましたけど、まあやはりね、あそこにはかなり詳しい方の考えあってのその数値だと思いましたので、その140頭以上っていうのを仮にね、注意ゾーンっていう風に見まして、黄色で200頭を超えてくると、どんどんね、まあ赤色レッドゾーンに近づいてくるっていう感じで、この色をつけております。一応近年ね、活躍した種牡馬たち、まあ、独断と偏見で何頭か選ばせてもらいました。別にこれは頭数の多い馬を意図的に選んだとかっていうわけではないです。でまあ素人的な目線で言うと、まあ、明らかにね、まあ、近年の種牡馬の方が黄色の数、そして、まあ、200頭を超えるピンク、300頭を超える赤という数がね、目立ってるなっていう印象はありましたよね。で年数的に見てもノーザンテスト、またブライアンズタイムとか、かなりのね、長い期間種付けしてるんですよね。まあこれはね、商売入りした年齢とかも関わってくるかもしれませんが、まあただ確かに最近の商売って、ここまでね、長い期間種付けをしていた商売って、ちょっと思いつかないですよね。でその140頭っていう数値に達した機会っていうのも、ノーザンテイストは0回ですし、ブライアンズタイム1度のみと、でトニービーはね2回ありました。でそしてね、サンデーサイレンスについてはですね、まあ、ちょっとここからですね、一気にその140っていう数値をバンバン超えるようにはなりましたね。最初こそね、トニービーブライアンズタイムと、まあ、そこまでね、差のない頭数だったんですけれども、まあ、当然ながらね、成績も出しておりましたので、まあ、頭数っていうのも増えてきたと。5年目にはその140という数値を超えまして、一気に40頭次の年は増えて、でついにね、200っていう数値が出てきます。でサンデーサイレンスもですね、最後の年でも159頭をつけてましたから、まあ、やはりね、予期せぬ死っていう表現が正しいところかなと思います。そしてもうそのサンデーのね、後継っていう世代に入ってくると、もうその140っていうね、数を超えてくるのは当たり前のような数値になってきましたね。アグネス・タスキオンがもう初年度からね、相当な後継としての期待をされて199頭、もうだいぶですね、この3連の地が確立されてきて、でここの地をつけておけばとりあえず間違いないだろうっていうところのね、生産界からの需要も高くなったんでしょうね。まあ先ほどの多様性っていう意味ではどんどんこう統一されてきた感もあって、ここからね、もう初年度から現役時に成績を上げていた馬っていうのは140頭どころかもう200頭もね、超えるのが当たり前の時代になってきます。でアグネス・タッキオンについてもですね、まあ、実際に成績を上げていたっていうこともあって、5年目6年目には200に230頭というね、まあ、今
としてもかなりすごい数値を叩き出しておりましたが、まあ突然のね急性心不全ということで亡くなってしまいました。いやもちろんねこれが体付けとする関係していたかどうかっていうのは、まあ、素人目には全く分かりませんけれども、まあ、この数値だけを見てるとね思うところが、まあ、なくはないのかなっていうのは感じるところですよね。前提としてですね、私は別にその多数とつけるっていうのが悪いっていう風にね否定してるわけでは全くないですよ。その生産者から見た手法ビジネスっていう点はねやっぱり大事だと思いますし、そこに関係されていくっていうのは全くもって悪影響ではないですからね。まあそもそもね成績を上げたい牧場さんがそれだけあるからこそ需要があるわけで、まあ逆にねその馬がつけられなかったら困る人っていうのは数多くいるわけですから、まあただねあくまでそのアメリカが140頭制限っていう体付け頭数を制限するっていうね検討しているっていうのは、まあ何かしらのね意味があるっていうのをちょっと確認してみたいっていうことですよね。でまあ本題に戻りまして、まあその後金亀系っていうのが確立されましたよね。まあ金亀もね現役時あれだけの成績を残した、そしてねキングマンボ系も日本での活躍馬数多くいましたから、初年度から244頭で2年目にはね256頭というね、まあ徐々にここら辺からトップの勝馬っていうのは250頭超えてくるのは、まあ、当たり前っていう表現はね行き過ぎかもしれませんけれども、まあ結構見られるようにはなってきましたよね。後半ちょっとね数少ないような気もしますが、確かここら辺はね体調面であったり心身的な面でも制限せざるを得ないっていう状況はね確かあったような気がしますね。そして現在リーディングトップに居続けるディープインパクト、こちらも当然初年度から200頭超え、3年目以外はね200頭を軽々と超えて262、215、261というね凄まじい数値を叩き出しておりました。まあただディープインパクトについてもですね、まあ突然死っていう印象がね私は強かったですね。まあ頭数的に言っても最近だとハーツとかみたいに頭数減らしてからっていう感じではねなかった印象ですし、まあもしかしたらねそのハーツの引退っていうのも教訓じゃないですけれども、まあちょっと穏やかに功労馬としてね末永く余生を過ごしてほしいって覚えもねあったのかなっていうところですよね。まあただね最近の勝馬たちの数値を見るに、その頭数上限値自体は抑えるっていう感じはね、まあ、全くない印象ですよね。前世紀はあくまでしっかりと体付けを頑張ってもらおうっていうね方針であるっていうのは、まあ数値からもね感じられるところですよね。ロートカンナロは5年目にはついにね今回紹介する中で唯一の300頭超え、いやーこれは凄まじいですよね。140頭の倍を超えてますんでね、どうなんでしょう、世界的に見ても300頭を超える体付けっていうのは珍しいんではないかなと思ってしまいますけどもね。そして絆もね初年度は269頭で、そこからやはり 3,4 年目はね落ち着いたように感じられますが、去年242頭、今年もねマンクスでしたんで多分これを超えてくる可能性もある人気になってると思いますね。で、あとの適性を見せたっていうところもかなり日高の方からの人気も集まったでしょうしね。でちなみにねその 3,4 年目っていうのは、まあこれらの馬見ていただければ分かるようにほとんどの馬がね頭数を落としてるのが分かると思います。1、2年目っていうのはその新勝馬っていうところの魅力にねやっぱり惹かれる方がいい繁殖そして数をねつけてくる傾向にはありますよね。まあ、ただ逆にね 3,4 年目に増えてるっていう馬も、まあ、アグネス・タキオのようにねちょびちょび北高タルマイとかもいたりするんですけど、まあ、そういった馬っていうのは本当にね出来がいいっていう風に見ていいんじゃないかなって思いますね。特に最近はビッグな海外からの輸入馬が来たりして、まあ、やっぱり 3,4 年目っていうのは少なくなるのが基本だと思いますね。でその絆のライバルにあたるエファネイアはですねなぜか JBIS 上で調べると1年早く体付けしてるんですよね。で2頭体付けして生産ゼロってなってたんで、まあ、お試しっていうか練習みたいな感じだったんですかね。ただエファネイアは一気に 3,4 年目落ちるっていうタイプではなかったみたいでね、これまで200頭を5年連続で超えていると。で今年も当然満口でしたし、まあ、三冠馬とかね
出ましたから、まあ、絆同様今年のツートップはこの2頭なのかなっていう印象はありますね。そしてモーリス・ドゥラメンテ、まあ実績もね2頭は素晴らしかったということもあって、初年度から265頭284頭と、まあ特にやはりねドゥラメンテの284頭っていうのは初年度としては破格の数値と言っていいんではないでしょうか。今回紹介した馬の中ではダントツでトップの数値になりますからね。まあ血統背景っていうのも相当に素晴らしいですから、それもわかるところですけれどもね、まあ、結構頑張ったところはあるのかなっていう印象はありますよね。で2年目もね294頭ということで、こちらも300頭を超えてくる勢いなんですよね。まあ、ただねさすがに 3,4 年目100頭近く落ちたのか制限したのか分かりませんけれども、まあ、それでもね140頭は超える数値できていて、で今年タイム付けを終えたところで、まあ、先日のね突然のニュースが入ってきたということになります。まあまだね9歳っていう年齢っていうところもあってね、まあいろいろな衝撃が走りましたけれども、まあ改めて今回ねこうやってタイム付け頭数じっくり名馬たちのね頭数を見てみると、まあやっぱり最近はね明らかに頭数は増えてきたなっていう印象ですよね。まあ今となってはねサンデーサイレンスのクロスがもう当たり前の時代になってきましたし、まあその頭数通りにね、まあ、近親後輩っていうのが、まあ、どんどん増えてきてるなっていう印象はありますし、まあそれがね実際に成績が出やすいっていうのは、まあ、これまでのね血統の歴史を見てみても、まあそれが魅力のねスポーツでもありますので、それを否定する気はね全くないんですけれども、一方でねその遺伝的な多様性っていうのも、まあ、長い目で見ればね非常に大事になってくるのかなっていうふうには、まあ、素人目でもね、まあ、多少は思うところはありますよね。まあどうしてもねまだ知られていない種牡馬とか成績を出しているけどもタイム付け頭数がそんなに上がってない馬とかを見ると、まあ、もっとねガンガンタイム付けして産駒が増えた方がいいんじゃないかってファン目線だと思っちゃうところありますけれども、ちょっと今後はね一概に言うものではないのかなとちょっと反省しております。まあ、ノーザンテイストとブライアントタイムがねこれだけ長く、まあ、最後の方もね60頭とか80頭十分な数つけていたっていうことを考えるに、まあそのアメリカのね140頭制限、まあ年を取ってきたらそれを徐々にこう100頭以下とかに絞っていくっていうのは、まあ馬の負担を考えるとね、まあ納得できるのかなと私はね今回調べて思いました。皆さんはねこの種付け頭数についてどういった考えをお持ちでしょうか。まあ本当にねこの惜しい出来事をではありますけれども、残された産駒たちにはですねぜひこのドラメンテの地っていうのをね長く残してほしいなっていうところですよね。まあ、現時点ではまだまだね後継勝馬っていう点で見た時にもっと G1 をね賑わせる馬が出てもっていうところは思いますんでね、まあ、まさに日本競馬の決勝であるこの決闘をですね、まあ、母系としてはね牝馬はもちろん繁殖入りする馬は多いでしょうけれども、父系としてもね頑張ってほしいっていう思いは私はとても持っております。今年のね2歳馬もいい走り見せてくれている馬多いですからね、来年の大舞台期待できるんではないでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。